はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。土曜日6時回りました。もうすぐね、もう私もね、閉店にしてですね、お家帰ります。はい、今日は相談一件、動画もいっぱい撮りましたしね、で今レポートの更新作業もしておりますんでね、もうよう働きました。ほんまに昼寝してまへんで、ほんまに土曜日やのに。でもね、ビール系はね、3缶いただきました。お昼に2缶いただいてね、夕方でやっと仕事したら暑いやん、喉乾いたやん、飲みたいやんつって飲んでしまいました。はい。さて、ザクザクでございます。夕刊フジのメディアサイトでございまして、私がですね、7年以上にわたって、コラムを書いて書かせていただいて、でそれが載ってるサイトでございまして、時々見ております。8月1日にこんな短い記事が出ました。物申せたかクエスチョン、牛和氏が中日中国大使と会談、安全保障環境をめぐり。石破さんってアンパンマンみたいな顔したおっさんですね。なんかボソボソボソっと物喋る。僕ね、あの人がね、あれ、なんて言いますか、自民党の有力者やっていうのがね、なんかイメージわからないんですよね。もうこの人、地方票で安倍さんを上回ったりするでしょ。なんでこの人こんな人気あるんでしょうね。ようわからん。見てくれ悪いやんと思うんですけど。でなんか弁説爽やかっていうわけでもないし、なんで注目されてんやろうというのに今一つ理解できないんですけど、記事を読みます。自民党の石破茂元幹事長が7月31日国会内で中国の孔子の孔ですね、読めへんわ、孔なんたら中日大使と会談した。2人は以前から面識があったといい、香港情勢をはじめ東アジアの安全保障環境をめぐり意見交換したという。ポスト安倍候補として石破氏の対中姿勢が注目されている。会談は孔子側が要請したといい、石破氏といえば自らの派閥会合で中国の習近平国家主席を予定通り国賓として招くべきものと考えを示すなど親中派として知られている。これでやっぱ親中派だったんですね。二階さんとも仲ええからね、やっぱちょっと怪しいなと思ってて、でこの前習近平さんを予定通り国賓で招くべきやとかって言ってましたね、何回か前に。中国は新型コロナウイルスの世界的大流行かっこパンデミックを引き起こしながら軍事的覇権拡大を進めており、米中対立は激化している。沖縄県尖閣諸島の周辺海域には中国海警局の武装攻勢などが連日侵入しており、31日で109日連続となった。石破氏は孔子との会談で毅然と抗議したのかクエスチョンという短い記事でございました。これは当然抗議してなあかんはずですけど、しはったんでしょうかね。この方はなんか軍事オタクやというふうに昔読んだような気もしますけども、国際感覚は大丈夫なんでしょうか。国会内であったということは、それはまたいいと思います。その要はみんな知ってるところであった、会ってるわけですからね。これをですね、中国大使館を訪ねたとかね、どっかのこう料亭がどっかでこそこそっと会ったとかね、そういうことはいけませんけども、国会内であったという、そこはね、認めますけどね。でもその今会うべきかなという気もいたしますね。で親中派という印象をね、世間に強めるということが今の彼の立場にとっていいことかどうかって、かなりこれ握手じゃないかと思うんですね。自民党内に親中派っていうグループがあります。二階さんをはじめとした、しかしこれ少数派なんですよ。で若手を中心として、中国に対して厳しい意見を持っている人が結構多いわけです。でこの動画で何度も言ってます通り、今世界史の転換点なんですね。中国はガーッと上がってきて、アメリカがガンってやってですね、さあこれからどうなるかっていうところで、今後中国とアメリカの対立が激化して、もし貸してということがあるかもしれんわけですよ。
でそういう時にですね、中国寄りの姿勢を世間に示すようなことをするというのはですね、誠にもってですね、立場を危うくするということにつながると思うんですね。あるいは私みたいな姿勢の人間から一緒はないよねあれというふうに思われるわけですよ、思ってしまいましたけど、私はあかんやんこいつと思って、まあ、そもそも習近平さんを国賓で招かなあかんと主張しているところからしてですね、国際感覚を疑わざるを得ない、わけですね、世界史の転換点ということを理解なさっていない、わけでして、今後ですね、日本の政治家というのは自分と中国の関わりがどうなんやというところに関してはですね、自分とですねお金との距離ぐらいと同じぐらいの緊張感を持ってですね、扱わないとですね、もうそれが命取りになりかねないというふうに私なんか思うわけですね。だから誠に軽率な行為であって、派閥会合でですね国賓として招くべきやとおっしゃってるのもですね、あいつはそっちかみたいに思われてしまうわけでして、どうなんでしょうね。これ非常にマイナスポイントに入ったんではないかなと思いますね。で、ポスト安倍の有力候補なんですね、今石破さんという方は。で、安倍さんが誰に前兆するかってことは分かりません、岸田というのが大本命らしいですけど、今一つしっかりせんやんっていうで、まあ、菅さんもなんかやりたそうな感じになってるんですけど、でそのこのあれですね、石破さんですね。石破さんは安倍さんとですね対立している立場にありますので、例えば安倍さんがですね岸田さんに前乗するというふうにして岸田さんを候補に立てて戦った場合、これガチンコ勝負になります。ガチンコ勝負になった場合勝てるんかっていうと、まあ安倍さんの今のこう一派ですね、彼らがみんなですね、麻生さんとかですね、あの日がみんなこう安倍さんの指名した誰か岸田さんなり菅さんなりに回ったらですねほぼ勝てないんですね。望みは地方票というやつですけど、まあ、地方票で勝っても議員票で負けたらあかんやみたいなところはあります。だからですね、非常に動きは慎重にせなあかんにもかかわらず、こういうことをしててええんか君はみたいな。で今日本の世論はですね、どっちに行ってるかというと、赤いなあれはみたいな、まあ、世界中の世論がそうなんですね。出来損ないのマスクを送ってきたやんっていう、そういうところをですね見てるわけでして、その流れというものをね読まなあかんのに読んでへんのちゃうの君はという気がいたしますね。ですからしてですね、これはですねもしかしたらですね、このまま親中派姿勢を強めるんであれば、地方票もですね取り込みにくくなるんちゃうかなという気はいたしますね。でこの中国大使がですね会いたいっていうのはそれも当然ですよ。だってもしかしたら次の首相になるかもわからんわけでしょ。つないときたいわけですよ。でニコニコしてですね、まあ、ここでじゃあ次ご飯食べに行きましょうかとかっていう話になったら、あかんであかんであかんでそれはということになるでしょそれは。だからその辺ちょっと危ういなという気はいたしましたし、やっぱしこのおっさんがもしかして総理大臣になったら結構また怪しいやんという気はいたしますね。もうそのこれからの時代ね、アメリカと中国があれだけ対立してるわけですから、親中派というなんていうか生き残り策はないんですよ私に言われれば。もう一番ね、そっち親中派じゃない方に入りたくなければ黙ってたらいいんですよ。それが一番いい方法であって黙ってるか、そうじゃない側に入っていくか、つまりアメリカに同調する側に入っていくかっていう、この二択やと思うんですよね。親中というキーワードないですよ本当に。でだから二階さん次の選挙で出はんのかどうか知りませんけど、ご高齢で、もしまだ影響力を残すようやったら、これはかなりこう日本の政界危ういというふうに、見られますね。アメリカからなんか指摘が来てましたよね、二階と今井達也官邸いる、その辺は親中派ちゃうんかみたいな。アメリカに睨まれるんですよ別に。アメリカに睨まれるっていうことはね、ろくなことはないですよ日本の中において。その
どっかの国みたいにね、どっかの国に選ばれたらね、必ず交通事故でえらい目に遭うっていう、そういうことはないと思いますけど、さすがにね。例えばウイグル人のすごい人がですね、アメリカに逃げてってらですね、2回も交通事故に遭ったというような事件がありますけども、まあそういうことはないとは思うんですね、対アメリカという場合はね。でもあのいろんなところでやりにくくなるということにはなりますからね。はい、ということで、石破のおっさん大丈夫かいなというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。